ユグドラシルの完成は間近。一刻も早くオーディンを倒さねば。さあ遊ぼう。だが踊り続け、周りの幻影たちが厄介だ。このままではオーディンに近づけぬ。雪村たちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃねえ。幻影はあの辺りから湧いているよ。降臨、我らで幻影の元を立ち、趙雲たちを援護するぞ。神明落とし、敵を止める。なんと結界で行く手を阻まれているか。術者を撃ち、道を開くのだ。道は開かれた。みんな、私に続け。どうやら幻の章を増やしておるのはあの怪物のようじゃね。あの怪物を全て倒せば幻影も消えるか。ならば葬るまで。うひゃー、幻影どもがうようよしとる。歪みが進んどる証拠かの。しかも怪物たちまで我を失い暴れている。まずは付近の敵を抑え込まねば。オーディンに近づくにはゼウスの力がいい。そして倒すには腕輪の力が欠かせぬ。かの者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けねばな。オロチ降臨。幻影の数が減ってきたよ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。ウヌとの戦は楽しい。いざ、バモーキが相手となろう。幻だと分かっている。仲間を撃つのは辛いものだな。趙雲殿もそうですか。私もつい切っ先が鈍ります。おお、合流できるとは実に心強い。さっさとユグドラシルに近づきたいと。まずは付近の幻影をどうにかするのだ。反撃こう。記憶に残る勝負を所望する。貫き下ろした。幻影が一気に消えた。これでもう我らの行く手を阻むものはない。雪村殿、今のうちにユグドラシルのもとへ。待て、この先には結界が張られている。術者を探し倒さねば。先には進めんぞ。急がねば術がなってしまいます。ここは手分けして術者を探しましょう。ますます歪みが広がっている。急ぎ探し出さねば。さて出番かね。わしは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かおう。お呼びとは。そんならわしは向こうを探したるわ。見事な手際だった。そう言っておく。オーディンはユグドラシルの力で守られている。そこへ至る道がない。ユグドラシルに介入する隙があればよい。ウヌが無事見事ぞ。世界を救うため必ずやオーディンを打ち果たさん。終わりだ。一生打ち取った。好きにやれると思うなよ。
びとあらば。なんと勇ましき敵か。術者は一人ではないか。すべて撃たねば結界は解けんな。踊り続けた。滅びを与えよう。人間はまだ諦めていないのか。ここまで圧倒的な力を見せつけられながら、なぜ。彼らならそうだろう。どうしたぞ。私が見てきた人間たちならきっと。結界が消えた。行けるところまでユグドラシルに近づくぞ。行け。人間の手でこの物語を終わらせるのだ。自分のしたことが分かっているのか。私にも正直分からないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。人間謎にほだされるか。なら奴らと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切ってただで死ねると思う。死してなお私のために戦うの。何を。あの木が急に力を失うとは。中で何が起きたというのが。この先へ進めばロキ殿と戦うことになる。戦が終わればまたゆるりと語り合えるだろうか。さすがだな。お前の武勇頼もしい限りだ。雪村頼んだよ。かっこいいとこを見せちゃって。チョウ、お前を信じている。私たちは世界を滅びを与えよう。救ってくれ。行くぞ。滅びを。私たちの未来、私たちの力で守ってみせます。無双の力を示すとは。いや、オーディンこそ皆を導くべき存在だな。大切な人たちを守りたいから。ユグドラシルは私が壊します。滅ぼしよ。神にひざまずくだけではない。人が神を超えて進む様を見るがいい。滅びよ。一人の力は小さい。だが力を合わせれば人はいくらでも強くなれる。降臨。
そう。これはまずいか。誰か援軍を頼む。私の邪魔をするなど。さあロキ、共に人間どもをいたぶるとしよう。オロチ降臨。滅びを与えよう。ロキど、迷うな。私はすでに死んでいる。今はオーディンの操り人形に過ぎない。私を裏切った罰だ。何度倒れようとその体が使えなくなり人形として働け。私が倒れればオーディンは何度でも注ぐだろう。命なき者を操るほどの凄まじい力を。だから分かるな。オーディンを倒すために私を撃て。ロキ殿の言葉はつまりオーディンが力を送り込むその瞬間を狙えばいいと。ウヌとの戦は楽しい。求めていた力をようやく手に入れたのだ。私が滅びるはずがない。滅びるはずが。力があれば全てを意のままにできるというわけではない。黙れ。人間ごときに何がわかる。力を持たぬ者にこの恐怖がわかるものか。預けるぞ。えい、従いましょう。ロキ、お前の体はまだ使えそうだ。朽ち果てるまで滅ぶ。私の盾として戦い続ける。亡き兵士たちよ、私のために今一度戦え。私が終わらせてやろう。滅ぶ。ロキ殿、あなたが私たちをここへ導いてくれたのですね。私の願いはオーディンへの復讐。それを果たすのは私でも君たちでも構わない。信じて託してくださったということですね。そのご期待に必ずや応えてみせます。バカ、この私。これでようやく終われる。